はい。ミラティブを支えるバックエンド開発、MySQL との向き合い方ということで、牧野が発表します。よいしょ。まず簡単に自己紹介なんですけども、牧野達彦と申します。インターネット上では、タズマックというアカウントで生息していることが多いです。ミラティブのバックエンドエンジニアで、マネージャー兼リードをやっています。2019年8月頃に、ミラティブにジョインしました。前職では、DNA という会社に行ってゲーム開発をしていたりしました。はい。で、ミラティブとはっていうところは、横手が話したので、ちょっと割愛しまして。で、これは、ミラティブの技術コンポーネントをこうざっくり示した図にあります。で、真ん中に iOS、Android といったクライアントがあって、で、左側が、ストリーミング周りの基盤です。今日話するのは、右側にある REST API とかでやり取りするような API サーバー群あたりの話をしていきます。はい。で、こういったバックエンドから見たミラティブ、どういった機能があるかというと、まずは配信サービスとしてのミラティブというところで、視聴者から配信者へのギフトだったり、配信者へ送るコメントだったり、あとおすすめ配信を計算して、ユーザーに見せるだったり、あと SNS としての側面もあって、フォロー、フォロワーという機能、チャット、タイムラインという機能もあったりします。で、また、ゲーム、ソーシャルゲーム的な側面も、結構強くて、ランキングだったり、ガチャだったり、あとは、3D アバターのエモンを使ったミニゲームの機能があったりします。で、まとめると、リアルタイム性とか即時性が高くて、あとは、データ量も多くなりがちで、イベントの開始とか、プッシュ通知とかでアクセスの時間的局所性も高くて、バックエンドエンジニアとしては、腕が問われるような、サービス環境になっているかなと思います。はい。バックエンドの技術スタックってところで、今、バックエンドのシステムは、パールで書かれてるんですけど、それよりも Go に移行していて、本番環境でも一部分は Go で動いていたりします。新規開発に関しては、できるところから Go で実装していくと。既存のエンドポイントなども順次移行中です。で、言語の移行のちょっと前ぐらいから、アーキテクチャの刷新もやっていて、MVC で書かれていたんですけど、それをクリーンアーキテクチャ、アーキテクチャで移行しています。で、なんで移行したかっていうのは、この後お話ししていこうかなと思います。はい。で、ここからようやく本題なんですけど、今日のトークテーマということで、ミラーっていうバックエンド開発に、特有マイスキルとの向き合い方で、そうですね、サービスがこう成長してトラフィックが増えていく中で、MySQL のクエリキーの問題がよく発生していました。なので、そこでしくじった問題をと、その対策、どういうアプローチをしてきたかという話を今日はしていきたいなと思っています。はい。まず問題その1ということで、非効率なクエリが発行されると。ここに一例挙げてるんですけど、例えばインデックスに含まれないキーをオーダーバイで指定し、ファイルソートになる。リミットオフセットを利用したページングを実装して、オフセットが大きいやつになったときに劣化してしまう。あとはパーティションが開いているテーブルに対してパーティションプーリングが効かないクエリを投げて、全部のパーティションを舐めるようなことをやってしまうとか。あと、ユニークなキーを指定せずにハイタロックをかけてしまい、広範囲にロックをかけてしまうとか、MySQL をロートラフィックな環境で扱うときに、あるあるな問題だと思うんですけど、こういった問題って、サービスの初期とか、ユーザー数が少ないときだと、問題にならないと思うんですけど、サービスが成長してデータ量とか QPS が増えてくるに従って、だんだん問題が顕在化していくみたいなことが起きていました。はい。で、その対策その1っていうところで、非効率なクエリを機械的に検知するっていうアプローチを、取ってきました。で、なんで機械的にやるのかっていうところで、まず一つは属人性の排除ですね。こういったクエリが問題だって、わかるにも、それなりの習熟度が必要なんで、そういったレビューアーの習熟度に依存しないようにしたいと。機械的にやることで、誰かのナレッジではなくて、チーム全体のナレッジになるので、そういったところを狙いとしています。あとはレビューサイクルの法則化ですね。人間がやるよりも機械がやった方が早いので、というところ。
で、あとは抜け漏れ防止ですね。まあ、人間は、まあ、見落としする生き物なので、まあ、機械にあるべくやってもらいたいと。で、今も X ペン結果を人間が見るレビューとかもやってるんですけど、まあ、できればこういった機械的に、検知どこに寄せていきたいなと思っています。はい。で、より具体的にどういうことをやってるかっていうと、まあ、まずはこう、もう素朴な、アプローチとして、クエリ発行時にもう一緒にエクスプレイも実行しちゃって、非効率なクエリになってないかチェックしていたりします。で、これは主に、CI で実行していて、エクスプレイ結果にファイルソートとかフルスキャンとか、なんかそういったまずいのが含まれてないかっていうのも、もう素朴にチェックしていますと。ただ、CI の環境とかだと本番と同じようなデータは用意することができてないので、まあ、抜け漏れは起こり得ると。実行計画が本番とは違うみたいなことはあり得ますと。なので、本番環境でも、まあ、オーバーヘッドがあるので、全部のクエリでは実行しないんですけど、こうユーザー影響がない頻度に絞ってこう実行して検知してるみたいなことをやっていたりします。はい。二つ目のアプローチで、これちょっとユニークかなと思うんですけど、実際に使うクエリを宣言して、リントによってチェックするみたいなことをやっています。で、これ下に、どういった YAML、YAML ファイルに書いてるんですけど、まあ、こういった YAML ファイルに書いて、たりします。Go では、この YAML に書いた SQL から、コード生成を行ったりとかしています。はい。で、これはそうですね。まあ、YAML 見てみると、まあ、これ架空のユーザーテーブルなんですけど、まあ、こう、真ん中にこうカラムの定義があって、で、そのテーブルに対してこう使う SQL を列挙するみたいなことをしています。で、ここの YAML に書かれた SQL に対して、まあ、ルールに沿った SQL 化っていうのをリントを通していたりします。はい。で、次、問題その2ということで、どこでクエリを発行しているのか分かりにくいという問題がありましたと。で、そのミナティブの Perl の方のシステムでは OR マッパーを使っていて、アーキテクチャは MVC プラスサービスみたいな、構成でしたと。で、あらゆるレイヤーですね、このモデル、コントローラー、まあ、果てはビューからクエリを発行することができたし、実際発行していたので、問題となっているクエリが分かっても、じゃあそれをどこで発行されているのか、どこを修正すればいいのかっていうのを特定するのに時間がかかっていました。で、これ、まあ、具体的なコード例なんですけど、まあ、こういうふうにメソッドチェーンでクエリを発行することができて、まあ、柔軟に SQL を組み立てることができるっていうのはあるんですけど、逆にこれどこで発行されているのかとか、実行時にならないと分かんないとか、そういった問題がありました。はい。で、対策っていうところで、まあ、クエリがどこから発行されているのか、明確にしたいなというところで、まあ、ここで、クリーンアーキテクチャの導入っていうのも、大きなモチベーションで、こういった、動機があって導入されました。で、まあ、クリーンアーキテクチャの詳細についてはまあ説明しないんですけど、まあ、クエリを発行する、レイヤーを持ったレイヤーを、明確に分けて、その責務をきちんと分離して、まあ、どこでクエリを発行しているのかっていうのを分かりやすくしたと。で、まあ、先ほど述べたように、その Go では YAML に書かれたクエリからコード生成しているので、まあ、どこで使っているのかっていうのが分かると。あともう一つ、かなり素朴なアプローチなんですけど、まあ、クエリにコメントを仕込むっていうこともやっていて、まあ、これは何が嬉しいかっていうと、ログを見たときにどのようなコンテキストで発行されたかっていうのが分かります。ミラティブだとそうですね、なんかエンドポイントだったり、リクエストのトレース ID みたいなものを仕込んでみたりします。はい。で、問題その3っていうところで、まあ、ここまでの対策を実施しても、まあ、すり抜けることはあると。観点が漏れているだったり、本番同等のデータ量がないと発見できないような問題とか、まあ、そういうことはあります。で、そういった時のためには、問題発生時の被害をいかに最小化するかというアプローチをいくつか取ってきました。で、まず一つはカナリーリリースの導入で、まあ、カナリーリリースに関しては、詳細は説明しないんですけど、まあ、一部のインスタンスに更新を反映して、まあ、問題がないことを確認してから全展開するみたいなアプローチになります。で、あとは、
もう一つはそのスロークエリみたいなのも、すぐ反応できるように、スラックに通知して早期検知できるようにしています。リラティブだとエラー監視にセントリーっていうツール使ってるんで、まあ、それ経由で、スラックに通知をしていたりします。はい。で、まあ、ここまでどういった対策を取ってきたかっていうところで、まあ、今後こうやってしたいなっていう話で、まあ、本番環境とノートのデータがある環境で、こう、検証とか CI を回せるようにしていけると嬉しいなと。まあ、これはコース見合いかなと思いますが。で、あとは、まだまだその、なんかリント化できてないルールみたいなのはいっぱいあって、まあ、そういうのも、まあ、なく頑張って機械的に検知できるようにしていきたいなと思っています。はい。ちょっと、時間もなくなってきたんで、例は割愛で、はい。で、まとめです。まあ、ミラティにおける MySQL との向き合い方ということで、まあ、いろんなこうアプローチを紹介しました。で、実際、まあ、これらの対策を取ったことで、安定化してクエリキーの問題はかなり減ったかなと。で、ですね。で、ここからはまあ宣伝になるんですけど、まあ、いろいろ、他にも技術的な取り組みとか、事例をテックブログに書いているので、ぜひ、興味を持っていただけた方は見ていただけると嬉しいなと思います。で、最後に We are hiring ということで、こういった高トラフィック環境で発生する問題にこう愚直に向き合うことが好きなウェブエンジニアを募集しています。はい。以上です。ありがとうございました。